スタジオオーパーツ。こんばんは、ゾウです。こんばんは、ピエロです。こんばんはね、9月の18日、はい、もうだいぶね、日差しは秋になってきましたね。そうですね、うん、で今日はね、はい、あのゆずるくん、はい、あの一人でね、はい、ギタータイプの伴奏、伴奏ですね。ちょっと面白い感じですよね、うん、そして、はい、あのペダル踏んだり、はい、端であのタンバリンをやってて、一人でやってくれてます、はい、でゆずるでキャノンボールラーグ、あとオールオンミー、2曲お送りします。
タジオオーパーツ。こんな感じでね、うん、よかったな、ね、なんか川崎のあの、はい、JR の川崎のとこで、はい、あの週に3回ぐらい一人でやられてるみたいですよ。いいですね、なんかねほっこりした感じでね、うん、いいよね、うん、ああいったなんかアコースティックなサウンドって、うん、心癒されますよ。そうですね、うん、また曲もちょっとねあの懐かしいって言っていいのかどうか分かんないですけど、そうだ、ねうんうん、まああの聞き覚えがある曲であるんですね。本当ですね、はい、でさっき言ってたあのバンジョーちょっと変わってますよね、うん、あれ普通のバンジョーじゃないですよ ね、 ね、うん、なんか、はい、ドンマスターに聞いたらあれ、はい、ギターと同じようなチューニングにしてあって、うん、6弦張ってあるところなんですよね、うん、6弦張ってありましたね、はい、普通だとねバンジョーもうちょっとあの4弦とか 5弦とか、ね、ね、のタイプが主流だと思いますけどね。あれやっぱり何なんだろう、はい、メタルのピックしてないからかな、意外と音は柔らかいサウンドになってね、うん、あそうですね、バンジョーのジャラ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 みたいな感じはあんまない、うん、そうですね、ほんとなんかちょっと中間っぽい感じ、ね、中間っぽい、なんか面白いサウンドだ ね、 ね、バンジョーでもなし、うん、ギターでもなし、でもなしみたいな、うん、でもなんかあの感じが聞こえてくると、うん、どうもあの某あのネズミの人たちがいたりとかするこのね、はいはい、ランドに ね、 ねちょっと心がいっちゃうんですけど、そうそう、実際にああいう曲だって本当に流れてますもんね。そうですね、うまいんですよあそこに出てるバンドがみんな。そうなんですよ結構大御所の人がやっぱやってんだ、何気出てたりとかして、うん、そうかもね、うん、それでまだあの、はい、あとちょっと話戻しますけど、はい、そのオーパーツ、はいはいはい、まだ夏のキャンペーンギリギリやってます。やってますか、まだ、はい、1日マスター使い放題12時間ロックアウト、はい、30,000円、チャンスです、チャンスです、もう、うん、あれもこれもやってみたい人、そうですね、結構がっつりやるにはねいいですからね、うん、集中して音楽に取り込むっていうのも、ね、そうですね、あの秋の夜長にいいんじゃないですか、はい、でもあの意外にこうサクッといって、うんうん、そこから詰めていくっていうのもいいんで、あそうそう、うん、使い方ですよね、そうですね、インスピレーション大切にしてもらって、はい、こうミックスで時間をうまくかけるっていうのもいいですからね、そういった作戦いろいろね、はい、ぜひオーパーツを使ってみてください、いろいろ一日あれば楽しめますんで、はい、I don't look like a star, I won't wait and see so listen baby, I've something to say, I'm gonna come and it's breaking my heartMy God, yes I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I'll love you. Beep 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 yeah. Beep 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 yeah. Beep 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 yeah. Beep beep.スタジオオーパーツ。